はい、どうも、かぼじいです。今回は、SCP の、まあ、ゲーム、まあ、ホラーゲームかなを、スマホ版で出たんで、やってみたいと思います。まあ、私の名前は、かぼじいです。GO! さあさあさあ、どんな感じかというと、とりあえず、囚人。自分今、囚人なんで、まあ、そこでね、働いてるんですけど、まあね、いろんな悪いことしたんでしょう。危ないものの危険物をね、まあ扱って。まあ、そこでずっとブラックバイトみたいなのしてるんですけど、まあそっからね、逃げ出そうっていう話かな。何言ってるかわかんないですね。はい、目が覚めた。はい、ここ。ここ刑務所。はいはいはい、なんか取った。何取った?はい、ブラッドな。SCP-D9341。私、SCP じゃねえよ。D 職員 ?D クラスって言って、まあ、死刑囚の9000人目なのかな?お腹聞こえた。隠れとこ。嫌だ、出たくない。引きこもっていたいんだい。17さんの今日は掃除をしろと。他にも仲間がいるよ。な。アンチたち。行け、ジョンとロビン。ジョンとロビン?ロビンっぽい顔じゃないよね。おい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 。There seems to be a problem with the door control system. ドアが何台転んだ?おいおい。まだ出そうだな。おい、何だ?怖い。ああ、始まった。セーブ。セーブ。さあ、配信でね、失敗積んでるから、今回こそ、もう積んだら、もういろいろね、こっちにも考える。こっちも SCP を使ってやる。チートを使ってやる、SCP。動いてるね。はい、始まりました。こっちかな?確か。なんかね、無駄な道ね、全部開けれないっぽいから、開けれるところだけ、取り替えるのは聞いてない。なんで取り替えんの?開けてはこれなさそうかな。セーフティールーム、セーフティーか。セーフティールームがあるね、ここに。入り口するに。お、いい兄さんがいるな。SCP いい兄さんです。まずね、最初の目的はカードキーをゲットすること。で、まあ、ゼンマイ仕掛けを探すこと。それが、まあ、今回のミッションかな。今回の一番のやることやね。よいしょ。なんだここ。初手から地下か。なんかやばそうやったね。他にカードキーがあればいいんだけど、この音が嫌だね。うわ、あー、なるほど、落ちてきた。なんかすごくハゲてらっしゃる。なんだここは。あー、なるほど、開いてしまう感じのドアね。何もまだゲットしてないな、アイテム。ああ、怖えぜ。
怖えぜ、まったく。こんなとこにいるなんて。こっちはどうよ。ゴリゴリ言ってますね。あ、戻ってきちゃった。あら、戻ってきた。すごいな、戻ってきた。割と狭い感じ。お、なんか書いてある。SCP-012。あれか、なんか、まあ、とりあえず、見ると死ぬ感じのね。おう。誰か入っていた、誰か入っていた、誰か入っていた。怖っ。ほいしょ、セーブセーブ。セーブした方がいい。おぉ。スルーしていい？怖えぜ。久しぶりに やってたら怖いね。何枚もゲットしてないってのは、つらい。ゲートだ。なんか。多分、あれはまだ関係ない。先になんかカードを見つけないといけないんだ。やべえ音聞こえた。気のせいか。とりあえずまっすぐまで行ってみたい。うわ、来た。おじいちゃん来た。お願い、来ないで、おじいちゃん。来た。セーフ。疲れた。セーブしていいかな。上にまだまだ行ってこん。まだ地下は早いと思うんだ。あるわよ。開いたわよ。閉まった。開いてない。開いた。おお。繋がってるのかい。カードもらったわ。嬉しいわね。やっと1レベだよ。やっと1レベ。ポンと5レベのカードが出てこないかしら。ここは何かしら。あ、なんかついた。SCP だったかしら。372って書いてあるわね。あれか。視界にいるやつか。視界にほほいのほいと、来る子ですね。書いてある書いてある。いやー、ゼンマイしか気がないわね。とりあえず、まあまあ、戻りましょう。ゼンマイ探ししてるんだけどね、ゼンマイ自覚。見えちまったよ。なんか近くに乗ってるけど、なんか歪むのやめてくんない？セーブしようかしらね。よいしょ。1じゃダメでしょ。1じゃダメって。閉めとこ。相手は直角で来そう。ボボボンボンって。あ、さっき呪われた神さん。こっちは？こっち通ろうかしらね。こっちがさっきの出入り口前だから。確かこっち側じゃなかった？なんか、セーフティールームっぽいところ。開けれるところみたいな。あ、ここよ、ここ。ほら、当たってたって。ここが1使えるはずなんよね。おや、使えた、使えた。で、こ
ここにね、2のカードがある。で、これでね、ゼンマイ仕掛けは、確か、いけるはず。よいしょ。ゼンマイ仕掛け、これでいけるはずだから、よいしょっと、さあ、あとはゼンマイ仕掛けを探すだけ。マジどこあるんだろう、ゼンマイ仕掛け。セーブー。急なバグ等で、やられたくはないでござる。こっちか。開きます。よいしょ。ここのルーム苦手。マジほんと。え？あれか。視界のものが映ったのね。はいはいはい。びっくりした。敵さんかと思ったわ。お、ガス部屋。はいはい。開いたね。行くわよ。目がチカチカするわ。恐ろしいわ。セーブします。道分からなくなるからね。お、キャンバス。見るとね、絶品しちゃう。ね。すごく素晴らしい作品だからね。心臓止まっちゃうの。お、止まっちゃった。怖えな、まったく。ごめんね。走るわよ。まっすぐ行くよ。1162。なんかイベントやってるね。いや、何がいいのかしら。あらー、おかわいいことで、ここはイベントだったのね。多分喋っちゃったから。地下室ですわね。ゼンマイ仕掛け探したいけど、地下ちょっとチラッと行くか。じゃあ、どこかしら。あー、なるほど。なんかコアアウトするから戻りますよ。シュファー。チコは怖いんじゃ。セーブー。まだいんの。かわいいわね。まあでもあそこのドアが今壊れてるんだったら、まだ全然探してもいけるんじゃない。なんかあるんじゃない。ガスマスク見つけた。嬉しい身だわ。レベル1。バッテリーも1個もらおうかな。レベル1はもういらないかな。通れない。湿ってんじゃん。動いてんじゃん。さすがだるまさん。あ、来てる来てる来てる。来てる。あかん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 。こっちじゃない。やばめのパーティーだよ、やばいのパーティー。やばいよ。おじいちゃんとチェイスしなくちゃいけない。どこまで下がればいいんだろう。どこ？まだ来てるよ。おじいちゃんと永久的なチェストはしたくないんだけど。こっちとら。取れるんじゃ。ああ。スーパーベイビー。閉めとこう。
じゃん。来てるまだ。世界の端まで行って救出してきたよ。ここが端だよ。逃げんとダメなの？世界の果てまで行って注意しちゃってるよ。いいんじゃん。注意できないよ。面白い人。こんにちは。ちゃんと走ってくればいい。どう見ればいいんだ。移動するの早いよ。ちょっと待って、ちょっと。甘くなったかな。諦めてくれたかな。またキャンバス見て。うっ、疲れたよ。地下室へ行ったら、一回リセットされるかな。まで行ったよ。来るかな、まあ、地下室行こうか。ふう、やばいぜ。一周回っちゃったよ、端から端までみたいな。戻れば大丈夫でしょう。ここもなんか腐ってるわね。治ったわ。よし、これで大丈夫なはず。怖いけど、なんかゼンマイ仕掛け系ないのかな。本当によいしょ。あ、ゼンマイ仕掛け、あ、やった。開けるわ。はい、これゼンマイ仕掛けというね、 SCPなんだったっけ、ゼンマイ仕掛けの SCP。 そうそう、なんかね、ベリーベリーファインにしたらね、すごくいいのができるっていう SCP。 ゴリゴリ言ってんね。まあ、とりあえずね、1のカードをこう置いて、で、ならないわね。すごくならないわ。ならない。あれ、ならない。なんで、なんか出てんだけどね。なった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 。こう入ってバカちゃんとこって来てないわね。こうやってね、ルル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 ゴリゴリ言ってるのかな。髪は捨てちゃう。ぽいぽいぽい。よいしょ。今ゴリ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 。マスターカードのはず。マネーカード。やだ、お金持ち。いや、マスターカードが必要。あ、なんかちょっと微妙なところだけど、まあいけるっしょ。開かない。これはちょっと様子見。すごく驚いてる理由があった。レベル2に戻った。いいね。ここに詰めておこうかね。そしたら安全。もう一個のマネカード入れる。ベリーファインになってくれ。たまに落ちちゃったとかね。落ちた落ちてる。ラグリしてるから。ほい、2のカードに戻った。なるほど。いや、こっからよ。こっからまた勝負。何回スイッチ押せばマスターになるか。ほい、え、またマネーカード。なんかちょっとマネーカード多くない？もう、もう一個レベル2のカード買っちゃうわ。押
ちついて落ち着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 いて何回言ったらマスターカードになるのかな。わしはそろそろ使いたい。マネーカード。エグーと聞こえるんだけど。うそー、マネーカード2つでスタート。まず出ない。え、罪じゃん。ロードゲーム。いやあ、マスターカードが出てこないんじゃ。そう。いや、マジ出てこん。えぐ。うわぁ。どっからスタートよ。どっちか行ってきましたか。諦めようかな。あと1回やって、レベル2のカード2個目入れてるんだ。そしたらファインで次やってみようぜ。あちゃんこマスターになってよ。私ずっとこれ待ってるんだから。来た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 、マスターカード来た。やっと来たよマスターカード。やったぜ。セーブ。じゃあ他のもやっていこうかな。まずそうね、ガスマスク。これもベリーファインにしたい。止血剤。も入れて、はい、なんかすごくいいガスマスクで、そうね、そうね、もうこれ全部入れてもいいんじゃない。全部入れちゃおう。ここ2つもすごくいいのにしてあげて。おう、2個。いいね。来た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 、どっから来た。来なかった。水の音したけど。逃げでなんとかまた血抜ける。オッケー。てかここ地下でいいんじゃない。ちょっとこれ捨てるけど、地下で良さげな気がするわ。地下はなんかいるのよね、多分。恐ろしいのがいるよ。スイッチ開けて、開け下げして、何も姿見えないけどね。姿見えない。あ、なんかいたわ。待って、おじいちゃんいんじゃん。おじいちゃん、早く上がって。おじいちゃんが来ちゃうから上がって。あ、おじいちゃんが来ちゃうから。あ、
鹿に消したら鹿までやってくるとか、どんだけすごいんよ。うわ、なんか来た。こっちかな。歪んでるけど、お、石が飛んでる。やば。お、やばい。やばいやばい。怖い。怖い怖い怖い。いける。よし、OK、なんか落ちた。え。とりあえず、なんとなく攻略法は知ってるから。こっちかな。おい。落ちていって。早めに出たいから。この穴に落ちればいいのよね。またここ。なあ、どこ行きゃいいんやろ。なんか意外と視界がクリアになって嬉しいわ。くしゃみ出そう。なんかある。なんだこの。なんか行っちゃいけなさそうな部屋だね。行き止まりじゃなくて、なんか動いてるところがいいわね。行き止まりばっかだわね。あ、こっち動けるんじゃない？石の回転が速いですわ。あ、怖っ。あ、ロード剣。地下にいるとおじいちゃんがやってくる。っていうことは逃げよう。ちょっと出られるのか。出られなさそう。なるほど、さっさと電源を押せよみたいな。I thought I lost you for a moment there. まだおじいちゃん出てなさそうよ。おじいちゃんどこやってくるんだろうね。割と積みの状況じゃないですか。やめやめ。殺した敵のなんか声をパチるみたいな。ちゃんと追いかけこそ考えた。It's just somebody else. まだか。早っ。割と次の状況じゃない？あ、いた。もうやだー。もう。どうやって逃げようかしら。ダメじゃない？ちょっと。どうしよう。積んじまったよ。